軽油と灯油を混ぜた不正軽油を製造したなどとして県はきょう地方税法違反の疑いで大阪府の石油販売業者とその関係者らを神戸地検に告発しました告発されたのは大阪府の石油販売業者株式会社オイルサポートとその代表取締役御摂氏で灯油などを加工する小野の商店の代表者などです 県によりますと株式会社オイルサポートは県知事の承認を得ずに軽油と灯油を混ぜた不正軽油をおよそ36万リットル製造した疑いが持たれていますまた御世市の小戸の商店は不正軽油の原材料となることを知りながら識別剤を除去した灯油を業者に提供した疑いが持たれています奈良県は兵庫県から情報提供を受け兵庫県大阪府などと合同で調査を行ってきたといい 今日付けで二府県も同様の告発を行ったということです。